マクドネルダグラス YC-15 カリフォルニア州エドワーズ空軍基地に展示されている YC-15 の試作機 YC-15 はアメリカ空軍の先進中型短距離離着陸輸送機計画に基づいてマクドネルダグラスが製造した軍用輸送機である。ボーイングの開発した YC-14 と共に競争試作されたが、両機とも正式採用はされなかった。 1970年代前期にアメリカ空軍は C-130 を代替する先進中型短距離離着陸輸送機計画を開始し、それに応じてマクドネルダグラスが開発した機体が YC-15 である。YC-15 の特徴はエブフ方式によるパワードリフトによりエストールを可能としていることにある。これはターボファンエンジンの排気を 直接フラップに当てることにより、情報推力を得る方式である。また二重隙間フラップを用いているため、フラップを通過した排気の一部は、コアンダ効果により、揚力増加効果をもたらす。エンジンノズルに工夫を凝らすことにより、排気温度の低下も行われていた。胴体及び美容詳しいマイナス130のものを流用しており、主翼は、後翼配置の直線翼とし、 翼断面形状にはスーパークリティカル翼型を用いている。尾翼は T 字尾翼となっていた。エンジンにはターボファンエンジンを4機装備している。2機が製造され、試作1号機は1975年8月26日に初飛行し、1号機と2号機に寄り合わせて600時間ほどの飛行試験が行われた。しかし、競争試作機の IC-14 と同様、 短距離離着陸性能の過度の追求による高コストがネックとなり、1979年にはアムスト計画は中止となり、本機の開発も中止となった。その後はデビスモンサン空軍基地でモスボール化されて保管された。あとに一機は博物館に送られたが、もう一機は1997年に飛行可能状態に戻し技術試験機として使用する計画があり、 復元作業も行われたが、途中で計画中止となった。YC-15 は正式採用はなされなかったものの、本機によって実証されたエブフ方式によるパワードリフトは、後にマクドネルダクラスによって開発された C-17 グローブマスター3に採用され、本機の開発によって得られた各種データは C-17 の開発に大いに生かされている。 YC-15 試作1号機 F-4 ファントムを伴っての飛行試験時の撮影ありがとうございます。